私が最近気になってるね、このスキンガーデンさんに行きたいなと思ってます。なんかね、すごくたくさん美容用品が置いてあるみたいで、なんか一気にいろいろと最新の韓国美容が知れるんじゃないかなと思ってるので、ちょっと行きましょう。楽しみです ね。じゃあ早速行ってきます。行ってきます。本当に幅広くね、なんか置いてますね、商品。なんか2階がコスメがいっぱいあるみたいな。2階行ってみようか。2階行ってみましょうか。でも、すごい流行ってるよね。よく見る。これ。アロエゼル。私もこれボディに塗ってる。すごいね、伸びるの。あ、そうなんだ。日焼けした後とかに塗ると、すごいすっきりして。日焼けはね、いい感じだ。すごくね、丸々伸びる。本当に。こんな美容の商品売ってるなんて。セールがすごい安くなってる。本当だ。安い。これはありがたいね。ありがたいですね。あらあら、パックいっぱいあるよ。パック大好きで、もういろんな種類買って。上がりに毎日ペタペタ貼って。なんか美容のこだわりとかある？全然ないです。そう、ないんですけど、なんか逆に悩みで、なんかこう練習いつもするじゃないですか。で汗かくじゃないですか。したらすっごい髪傷んじゃうんですよ。なんか今日なんか後で店員さんに聞いて、髪のケアとかになんかヘアパックとかヘアオイルとかもあったから、ちょっと後でそれとか聞きたいなって思って。気になる時ありますよね。乾燥はお肌の出来だからね、うんうん、あ、いい匂い香りも、うん、本当だ。なんか甘い、うん、蜂蜜みたいな匂いする。これ一本あったら、うんうんうん、万能だね。確かに。そう、目元と口も乾燥するのよ。痛み次第のね、めっちゃなんかピタッ、ね、結構やってる人もさ、しかもさ、もうこれたっぷ
り、そうたっぷりですよね、たっぷり染み込んでるの、ほらすごいもん、ほら本当だ、すごくない？すごい、こんなに1枚で入ってるから、お肌の摩擦とかもない、すごい、いい、これは買いだね、これめっちゃ流行ってますよね、流行ってる、流行ってますよね、私もこれ使ってる、そう思ったんですよ、安くなってる、ほらセール、これみんな使ってるイメージある、安いからさ、1週間に何枚も買ってる、そうですよね、確かにめっちゃ可愛いんだよね、1枚180円だったら、すごい、あ、聞いてるのかな、すいません、なんか髪の毛のオイルとか、はい、なんかヘアマスクみたいなものをおすすめですか、髪の毛のケアアイテムとして、県内でシャンプーがすごく売れてるんですね、はい、シャンプーのほうがご案内するんですか、あ、いいですか、その髪質改善のために、はい、あの買われるアイテムの中で、はい、スキンガーデンではこのシャンプーがすごく人気で、こちらが韓国の SNP というブランド様のシャンプーなんですが、中にタンパク質とアミノ酸という成分が入っているんですね、でタンパク質というのが髪の毛の構成物質の一つでして、同じ成分を入れて髪の毛を強くしていく髪質をあの改善させるのがこちらのコンセプトになります、これが一番売れてるんですか、そうですね、はい、あーすごいいい香り、なんかカフェインが入ってるのかな、なんかいい匂い、ね、いい匂いですよね、なんか万人風がいい香りがする、すごいシャンプーも売れてるね、すごいですよね、だからちょっとこう気になってました、髪をきれいにしたいから今年は、ニューヨークの水はどう合う、まあでもって感じですね、すごく合わないわけじゃないけどみたいな、髪とかと乾燥が、すごい強いってやっぱみんな言うんで、そうか、だからなんか結構シャンプーとか変えた方がいいなと思って、使ってみてよかった、本当にリピートしよう、楽しい、あ、下、下商品出た、下すごい売れてるでしょ、あ、本当ですか、あー、パック、パック、これもパックでね、30枚ぐらい入ってるんだけど、男女問わず、だってこれなんかね、鎮静効果があるみたいなんで、ちょっと肌荒れしてる時にこれをパックするとお肌が落ち着いたりするみたいな、しかも可愛い、履いてましたもんね、でもいいですね、なんかね、環境にもね、良くて、あ、かわいい、ね、かわいいと思った、ドクダミエキス、ドクダミ、ツボクサエキス、ビーガン認証マスクシート、すごい、やっぱりみんな、ね、なっていくんですね、あ、バタフライピー、え、何？そうなの？知ってますか？なんか、すっごい綺麗なお茶があるんですけど、お茶は飲んだことあるけど、これは初めて、そうなんです、すごい綺麗な、あ、エイジングね、すごい、半年、あ、すごい匂い、めっちゃいい匂いです、ナチュラルな、本当にすごい、なんかさ、やっぱ年齢のともにさ、鼻の悩みとか、はい、変わってきます、なんか前はテカテカしたのが嫌だったけど、最近ちょっと乾燥しだしたりとか、それこそちょっとこう化粧した後でちょっとこうなんか線入ったり、ちょっとシワとか小シワとか好きなんか、あーっとなってきたりとか、そうだな、やっぱ美容の悩みって好きなんだなって思う、でもなんかちょっとこういう風にさ、一気にいろんな商品、そう、いいですよね、ブランド見れるのいいね、あとどれが売れてるとかがやっぱね、わかるから、生の声が聞けていいですよね、ここいいですよもちろんもちろんもちろんすみませんもちろん思うぞ、じゃあ私たちは
乾いてたら、スキンガーデンさんの方からご好意で視聴していただいている皆様にもプレゼントを用意してくださるということで、なんとありがたいお言葉なんでしょうか。ありがたい。ありがとうございます。今回ですね、はい、このシュガーラボというブランドからスキンケアセットをプレゼントします。ありがとうございます。で、内容としてはマルチスティックが2種類と、はい、トナーパッド、あとマスクシートまで、全てがもらえる。全部？そうですね、私が欲しいの、はい、こちらを3名様にプレゼントします。すごいんですか。3名様にプレゼントします。ありがとうございます、はい。これはもうめちゃめちゃ嬉しいね。これは嬉しい。私がこのままこれ欲しい。欲しい。私も欲しい。なんでしかも。すごい。じゃあ私とビヨンちゃんのインスタグラムかな、うん、の方に DM 書いて欲しい方送っていただいて、その中から抽選で、はい、また詳しくは YouTube の、ね、チャンネルの概要欄見てもらって、その申し込みの方法を書いてあるので、はい、ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと行きつけのお店とかもね、一緒だったりとか、そうなんか、いい
今までよく会わなかったですねってぐらいなんか共通のね、知り合いも多かったですよね。で、ランチしたりとか、うん、ご飯食べてもらってるんです。私、娘がいるんですけど、7歳の、すごいよく遊んでくれるじゃないですか。本当に一緒にこうやってこのエピソードやるとかやったね。可愛かった、どっちも。だからムービー見返したら何して、これ何やってたの？いや、そうそう、すごいなんか盛り上がってね、はい、楽しかったですよね。ちょっと友達になってチキンまでねごちそうになってる、ね、私たち優しいですよね、温かい、本当にちょっとこのグルメ編はみやちゃんのチャンネルで、はい、ぜひ見てください。あと今度はあのニューヨークでも撮りたいですね、来ていただいて、チームニューヨークね住んでるから、はい、またディープなニューヨークを、まずちょっとニューヨークはスタンダードから入ってますね。そうですね、ちょっと怖いですね。最近よく行くのがチャイナタウンなんで、やっぱなんかちょっと落ち着くんですよね。なんかあのマンハッタンよりブルックリンに行った方が落ち着くみたいな。はい、アジア人として、はい、アジア人として、ね、こういうチャンネルもそうですね、またちょっと今日いろいろとスパイスを見て、スパイスを買い出ししてカレー作りたいなと思いました。なんかちょっと今後も一緒にコラボしてできたら嬉しいです。本当にめっちゃ楽しかった。私、新大久保はタロット占いって言ってましたね。もうこういうご飯をね、しっかり食べたことがなかったので、本当に安くて、びっくり、安くて美味しい。ね、本当に食品もそうだし、食べ歩きもできるし、まだまだいっぱいね、行きたいところあったんですけど。ねえ、いろいろ、ちょっとまた、第2弾やりたいね。第2弾。ちょうど今これがタンジャンケジャンのエビバージョン。美味しそう。じゃん。美味しそう。なんだっけ。違うんだ。そう。カンエビ。そう。はい。ちょっと醤油。はい。エビカンセイだ。あ。はい。確か。美味しそう。エビジャンタンジャンヤンニョン。聞き慣れませんね。はい、はい、ちょっと早速出させてもらいます。このままこれを手でいこうかな。あ、これ絶対ビール買おうと思う。本当に今日ずっとビールは見たくて、あ、本当だ、やります。ちょっとこれをね、ありますよね。この間新宿行ったら新宿にもあって、なんかできとった地下に入るところがあって、すごいなと思って。早速、いただきます。うん。最高。うん。なんかタンジャンケジャンも大好きなんですけど、なんか殻をこう、割ったりとかするのがすごい難しいから、エビの方が好きになります。すぐ食べれるから私は殻ごと噛みつけて。あ、本当ですか。もう選べないんだけど、私ね、恋愛も見るし、スポーツ系も見るし、
思いますか。私1個だけなんか昔のドラマで私の名前はキムサムス知ってます。見たことない。あれめっちゃ面白かった。めちゃくちゃあれだけはなんか唯一見たことがある韓国のやつで、あとあれも好き、殺人の追憶っていう、ちょっと怖そうな、あのキム、あのなんだっけ、すごい有名な監督、タクシードライバーズの人、とかの、キム・デヒョンさんかな、ちょっと監督さんの名前忘れたけど、その人のシリーズはめっちゃ殺人の追憶はなんか実は安いんですけど怖かった。いや、なんかもうそのタイトルだけでめっちゃ怖かった、怖かったけど面白かったです。めっちゃおすすめ。なんかね、韓国映画見ていいね。いいですよね。でもなんか K-POP はビッグバンでとまってる。いや、わかるよ、世代だもんね、ビッグバン。ビッグバン絶対歌ってると思うから、たまに聴きますもん私。まだ聴く。青春ですよね。あとカラとか少女時代とか。いやもう世代だね。同じ世代だ。本当に同じ世代だから。可愛いしね。やりたいですね、おゆちゃんメイク。やりたい。見せてみた。ね、見せてみた。2023始まったばっかりですけど、今年の抱負は何ですか？急すぎた。急に、はい、そうだな、私だろうな、いろいろあるけど、ちょっと、そう、なんかね、コロナが始まる前の、はい、ちょうど始まる前の年の誕生日の時に、一人でパリに旅行に行こうと思ったから、そうですよね。しかも海外。そう、憧れのパリみたいなで行こうって決心してたんだけど、コロナでどうしても海外に行くことができなくなっちゃってっていう感じなんですけど、もう今年はね、行けそうだから海外に行くと、ね、いいですね。ちょっと誕生日の時に、一人海外。あー、いいですね。素晴らしい。なんかいろいろ勉強していきたいなーって思って。なんか似合ってますね。パリって感じ。パリって感じ。あとはちょっと私行動が遅いところがあるから、何事も早く行動できるような人みたい。私もです。超マイペースなんで。すごいしっかり待っててやってそうな。全くしないです。この間とか本当友達の家でみんなでパーティーみたいな、ホームパーティーやったんですよ。一人一品作ってみたいな。で、私沖縄三線、沖縄の観光大使だから沖縄三線やってるんだけど、それを持ってきてみんなで弾き語りしようって言ってたんですよ。で、持ってきてケース開けたら入ってなかったかもしれないし、そんな初歩的なミスある。はい、そういうミスをもうするから、か本当に近くなってくると本当にバカなんだねみたいな、本当に抜けてるんで。そうなんです。だからもうみんなが本当に念押しでめっちゃ言ってくるから、本当にちょっと私もしっかりしたいなと思いながら、子供もいるし。でもでもニューヨークに住んでるってことがまずすごい。そうですよね。まあなんか本当に去年一昨年その前がもうコロナでやっぱり全然いろんなことできなかったから、今年は後悔なく、なんか3年で3
3試合しかできないんですよ。あれやばいよね、うん、あとできなかったんです、試合が。あ、今までね、うん、そうそう、だったからなんか試合たくさん、私は5試合しよう。あー、すごい。もう3月やって、5月やって、7月やって、うん、すごいスパンだね。もうやりたいです、そのぐらいやっぱりもう悔いなく、なんかこう拳一つで稼げるみたいな感じで今年はやりたい。でも4月35なんで、あともう現役何年できるか分かんないから、なんかたくさん悔いなく試合やりたいなって。お願いします。